社官制は中華民国の政治家、法学者。主に司法行政分野で養殖を歴任し、台湾では司法委員長にまで昇進した。名は、重賞だが、字の完成で知られる。石膏第一中学、除機中学を卒業後、1915年に商務院書館に入り、次元や中国知名大辞典の編集業務に参加した。その後、 新丹大学法科で学び、1922年に卒業するとフランスに留学している。フランスではパリ大学法学研究所で学び、1924年に法学博士の学位を取得した。帰国後の社官制は、新丹大学、福丹大学、中国工学、法政大学で教授を歴任した。1926年冬。 国民革命軍が北伐で部下に至ると外交部秘書として登用された。南京に国民政府が成立してからも引き続き外交部に泊まり秘書や条約委員会委員を歴任している。また国立中央大学法律系主任権法学院委員長も務めた。1930年4月司法遺産時どころ3時に転じる。1934年10月 司法行政部政務次長となり、1936年3月には、司法院秘書所,所秘書長を務めた。日中戦争勃発後の1937年8月、司法行政部部長に昇進し、以後、1948年12月まで11年の長期にわたってこの地位にあり、司法官任用などの事業に携わった。1945年5月、中国国民党、 第6期中央観察委員に選出され、1947年4月には行政院政務委員も兼ねた。司法行政部長理任後は公務員長会委員会委員長兼、司法院秘書長に転じている。国境内戦で国民党が敗北すると、社官制も台湾に逃れた。1950年5月、司法院副委員長に任命され、1958年6月、 司法委員,委員長に昇進している。1971年12月22日、台北市にて病没。去年75。著書に、中華民国憲法概論、法理学大綱ローマ法大綱中国法制史、ソ連と国際法がある。ありがとうございます。